妹よ、今日も元気に戦車に乗って遊ぼう。わかったよお姉ちゃん。今日乗る戦車は、アメリカのティア級プレミアム重戦車。でっかいキューポラと不覚12度がチャーミングな子、T54 ヘビータンクさんだね。うむ。マップは高速道路、マッチングはティア級と10だね。それじゃあ初動は、重戦車さんだし、南東の市街地に向かっちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。ただこのマップ、ハルダウンはほとんどできないマップだけど、どうやって戦ったらいいかな。昼飯も豚飯も得意じゃない子だし、正直何にも思いつかないんだよね。なので前線での運用は諦めて、いわゆる2列目運用から入らせてもらっちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。それなら一番最初は線路を越えて南東に向かう敵の側面を狙える。駅の手前で構えてみるね。今回駆逐さんがこっちに来ていないので、多分誰も入らないだろうからね。そして味方さんの初動だけど、ちょっと南東の戦力があれだね。そうだねお姉ちゃん。味方のティア10重戦車さんで南東に来てるのは2両だから、敵のティア10重戦車さんが3両南東に来てると、数的不利になっちゃうもんね。そして得意じゃない地形で格上さんと正面から戦うのはあれなので、そういう意味でも今日は引き気味だね。了解だよお姉ちゃん。そして北西に向かった中戦車さんが落ちちゃったけど、陣地での待ち伏せも強いマップだから、北西はまだまだ気にしなくても良さそうだね。ナイスショット大妹よ。そしてこの後長いことここでの戦闘が続くんだけど、敵側もかなり警戒してるのか、ものすごく忍耐強い戦いって感じになっちゃうので、倍速モード多めで行かせてもらっちゃうね。了解だよお姉ちゃん。それにこのポジションで戦う際のテクニック的なことは、15メートルルールの活用くらいだもんね。なので超単調になっちゃうんだよね。ナイスショット大妹よ。あう。ここはやっぱり自走さんにはよく撃たれちゃうね。北西側でバトルが起きてればそっちを狙ってくれることもあるけど、南東の重戦車戦場では、ここが自走さんにとって一番撃ちやすいポジションだからね。とはいえ見つからなければ自走さんも怖くないので、できるだけ見つからないように15メートルルールを駆使して戦うとしようか。ナイスショット大妹よ。重戦車さんだけじゃなくて、ウデスさんまで一両来てるんだね。さらに T33 もいるっぽなので、これは前線完全に数的不利になっちゃってるね。と、777さんだね。ナイスショット大妹よ。今のもちゃんと15メートルルールだったと思うのに、見つかっちゃったね。あわう。今のは257さんの通ってたルートが、少しこっち寄りだったからかも。確かに777さんを撃った時は、距離が258メートルしかなかったもんね。と思ったけど、今の発砲、251メートルなのに見つからなかったね。もしかすると、角度的に茂み複数個だったとかかな？なるほど、確かに右側は茂みもさもさだし、その可能性は高そうだね。今度はイーゴさんか。ナイスショット大妹よ。あれ？今度は見つからなかったね。777さんより、イーゴさんの方が目はいいはずなのにね。とはいえ見つからない分には構わないので、ラッキーとでも思っておこうか。あう。フランス重戦車さんにも線路を越えられちゃったね。でも最初こそ不利だと思ってたけど、味方さんたちの粘りがすごいのか、なんか有利な感じになってきてるね。いいね、お姉ちゃん。よしよし、これで T33 が落ちたので、残す南東の敵は3両だけかな？そうだねお姉ちゃん。そしてイタリアのリノさんは元気だけど、フランス重戦車さんと、スウェーデンのウデスさんはヘルスもかなり少なそうだよね。となればここは突撃して、サクッと南東を突破しちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。ナイス撃破大妹よ。そしたらお次はリノさんだね。このリノさん、気づいてなさそうな雰囲気だよね。前方に集中してるって感じだね。このまま前方警戒でよかったのに。あわう。
よしよし、ナイス撃破だ味方さんだね。そしてこれで南東はクリアなので、あとは敵陣に攻め込むのみだね。了解だよ姉ちゃん。でもこのヘルスだと次の一撃は耐えられそうにないから、味方さんに視界を取ってもらっての、狙撃運用にさせてもらっちゃうね。うむ。それが良さそうだね。と、フォッシュさんを発見だね。ナイスショットだ妹よ。ふう、時短は間に合わなかったか。これで残す敵は3両だけど、M63 は遠いし。って、これは車線に来てくれそうな予感だね。あわう。外れちゃったよ姉ちゃん。どんまいだ妹よ。ただ M63 はこのまま落ちちゃいそうだし、自走さんたちは南西の隅っこだろうから、今日はこれにて終わりかな？と思ったけど、一両しか自走さんいなかったね。むう、そしてもう一両はそこにいたのね。ナイス撃破だ妹よ。そしてこれにて無事に勝利だね。やったね、お姉ちゃん。成績発表。よだめ3819、キル数2、アシスト1433、棒ダメ490。スコアは1207でチーム内トップ、初一バッジと共謀者をゲットだね。今日のバトル、この子にとってはあまり得意じゃない平地でのバトルになっちゃったけど、ちょっと駆逐さん運用っぽい2列目運用がいい感じに刺さったのが良かったよね。本当だねお姉ちゃん。それと15メートルルールはやっぱり強いよね。だね。終始は、フル禁断運用だったけど、単発が大きいプレミアム戦車ということもあって、1万以上の黒字だね。ではでは、ご視聴ありがとうございました。